ビートルズニュースの時間です。皆さん、ビートルズのメンバーってルックスも抜群だとは思いませんか？この4人だけじゃなくて、元メンバーやミュージシャン仲間、スタッフに至るまで驚くほど美形揃いなんですよね。というわけで、この度当チャンネルの独断と偏見より決定したビートルズファミリーのイケメンランキングを発表したいと思います。あくまでも当チャンネルの主観ですので、軽く聞き流していただければ幸いです。それでは早速行ってみましょう。第10位。第10位、ブライアン・エプスタイン。ご存知、ビートルズの初代マネージャー。正直イケメンというイメージはなかったのですが、こうして画像をじっくり見てみると、なかなかどうして整った顔立ちで、イケメングループのマネージャーにふさわしいイケメンっぷりです。第9位。第9位、ピート・ベスト。ビートルズになれなかった男ピートはイケメンだったため、解雇直後はファンがライブ中に暴動騒ぎを起こすほど人気があったそうです。一人だけ頑固に貫いたリーゼントがとても似合ってますが、もしみんなと同じようにビートルズカットにしていたらクビにならなかったかも。第8位。第8位、クラウス・フォーマン。イラストレーターとしてもベーシストとしても一流だったクラウス。美術と音楽両方の才能があり、しかもイケメンだなんて神様は不公平ですね。第7位。第7位、リンゴスター。ファニーフェイスという印象のリンゴですが、こうして見ると結構イケメンですね。ビートルズで2番目に好きなメンバーで人気投票すれば僕が1番さ、というのは名言ですね。第6位。第6位、ジョージ・マーティン。ビートルズを支えた名プロデューサーも当時はこんなにイケメンだったんですね。今で言えばイケオジといったところでしょうか。第5位。第5位、スチュアート・サトクリフ。ビートルズの元ベーシスト、スチュもかなりのイケメンでした。それにしてもクラウスとスチュの2人から愛されたアストリッドさんとはどんなに素敵な女性だったのでしょうか。羨ましすぎますね。第4位。第4位、ジョン・レノン。ビートルズの前期と後期では別人に見えるほどルックスが激変したジョンですが、20代前半はこんなに精悍なイケメンでした。セクシーさではビートルズでナンバーワンかも。第3位。第3位、エリック・クラプトン。画像を検索してびっくりしました。若い頃のクラプトンがこんなにイケメンだったとは。彼がもしギターが弾けなかったら、ブラピカおまけの2枚目映画スターになっていたかもしれません。第2位。第2位、ポール・マッカートニー。まさにプリンス。60年代のロック界で一番モテたのは間違いなくポールでしょう。この大きな垂れ目に見つめられて恋に落ちない女性はいるのでしょうか。第1位。それでは第1位を発表します。ドキドキワクワク。第1位、ジョージ・ハリスン。正直ゴールと迷いましたが、日本人好みの整った顔立ちといえばやはりジョージでしょうか。このどこか陰りのある寂しげな瞳も女子の母性本能をくすぐること受け合いです。いかがでしたでしょうか。天は二物を与えずなんて言いますが、この人たちは一体何物を与えられたのでしょうか。ふざけんなって声が聞こえてきそうですね。まあルックスが良かろうが悪かろうが、ビートルズの音楽は最高ということで締めさせていただきます。それでは当チャンネル専属アナウンサーのドーラ文がお送りしました。よかったらチャンネル登録をお願いします。